こね面白いところですよ。ね、皆さん思い出してください。いいですか、あの家康に負けたんですよ。もう家康が固くて逃げてもう脱粉逃げてもう大変だったんですよ、ここは。で今ね、川越が落ちるかどうかっていうところなんですよ。しかしもう兵糧が4万6000しかないわけですよ。ここでどうなるかというところですよ。編集大変だろうに、いや大丈夫ですよ。もう最初の35分バッサリ切りますから。バッサリ切ってこっからゲーム実況開始。ね、前振り30分でだいぶ温まったでしょ。じゃあいいでしょう、もう温まったんだから。はい、進めます。ほらほら、ここから始まるとは私も思わなかった。おった、出陣せよ。鍋島豊臣に襲いかかってくる。皆さんあれですな、ずいぶん相手を見ないというか。おっと、川越城兵糧を攻めてもう落ちたぞ。我らの川越城落ちましたね。いや勝つ年だこれは。いやいやいや、もうこれ貴重ですね。だってもう2万9000しかないわけだから、インパールしたくない。そして即講和を入れますね。これもかしこまった、講和入れ時でございます。諸越さんはシューターさんの動画を見て PC PK 買いました。買いましたか。どうもね、私も光栄さんのね役に立ちたいと思ってね、光栄さん用のね動画までね昨日出したわけでございますよ。皆さんねご存知の通り、私ほどね光栄さんにねここのとこね貢献してる。ダメだな、もう最初に喋りすぎたせいで脳みそがもうスカスカになってる。ね、いないわけです。いやいや、それ言い過ぎだ。いや、他の方もね随分ねあの面白さはね紹介してらっしゃると思いますけどもね。外交関係ちょっと見たんですよ。いつもか南部がねただの同盟になってるんですよ。これなんでですか。これ同盟ランクが下がってるんですよ。これどういうことですかね。あ、残りが5ヶ月、これ5ヶ月で同盟切れるわけですよ。これがどういうことなのかと私はね思うわけですよ。でこれ同盟延長拒否してるわけです。南部は拒否してるわけだから、これはねもう対南部戦線をね私たち考えていかなきゃいけないんですよ。この南部のねこの水際、ここら辺にねちゃんとまた整備をし直して対南部を考えていかないといけないと。まあ正直言ってですね、この拠点の規模で言ったらもう徳川より南部の方が上ですからね。ただ質で言えば徳川の方が上ですから、強敵なのは徳川の方が強敵ですけども。あとは豊臣ですね、豊臣の、交渉ですね。あ、援軍だこれは。豊臣の交渉、これもね交渉できる内容がないと。交渉すらできない。まだ親善して35ですからね、全然上がっていかない。ここからがですねまた難しいということがですね、ありありと、目にとってわかるわけです。あの一番簡単なの一番最初だけでした。初回だけ、本当初回運よく徳川がこっちに攻めてこなくて、まあ北条から徳川に変わってね、徳川さんはずいぶん優しいやと思ったらね、北条の方がいいわけですよ。北条の方が全然弱い。北条と戦った方がマジだこれはと私は思いました。本当に地獄のようですよ、この織田藤原というゲームは。旗のブラザーズ毎日ね私もねやってますけども、本当に思う。織田宇治原は辛い。さあ講和はこの時間ではならなかった。で豊臣が伊豆半島を攻めてますね。大地震が起きました。領内の被害確認しましょう。織田城ほど36畳、これはすごい規模で大地震が来ましたね。49施設衰退か。これは相当やられてる。これ相当やられてますね。これ相当な被害だ。これは
これ収穫相当ですよ。兵も相当いった。報告いたします。これはやばい。収支です。え、これどこからどこまでやられたんだ。これ徳川とかもやられてるのかしら。これは相当ですよ。痛手がひどい。これはこの地震はひどいな。1607年そんなに大きな地震があったのか。うん、困ったもんだ。困ったもんですよ。いやー、どうしようかな。とりあえずいろいろ兵を回していかなければいけませんね。片付けない。それはもう間違いない、間違いない。川越は岩槻から半分出しましょう。もうちょっといろいろ考えていって。いやー、どっちが先来るのかな。南部すぐ来るかな。すぐ来そうな気がしてならない。南部は太田城、うん、魚でもちょっと入れていくか。入れていきつつやりましょう。これは利府城、うん、宇都宮から3人入れていく、入れていく。いや、どっちかな。どっち、徳川と。でもこの南部はやる気ですよね。だって南部はもうないもん、他に我々以外にないから、当たるところが。これは来るでしょうね。坂戸城とかもういらないんじゃないかな、逆にここら辺は。うん、もう越後のあたりはだいぶ減らして良さそうな気がしますね。相馬中村、相馬中村ずいぶん入ってるじゃないか。どうしたんだこれは。あー、なるほど、一応接しているからか。そしてやっち、やっちんちん、やっちんちんこ、やっちんちんこ、こうふふじゃないよ。いくつになったと思ってんだよ。今年42です。本当かな、本当に42かな。本当は32歳じゃないのかな。間違いであってほしいよ、思うよ。うん、この年齢がね、42じゃなくて間違って32だったらいいなって思う時あるよ。私も思う時ある。あ、この所属と新所得を見ながらやんなきゃいけないんだ。難しいよなこれ。あ、新所得が決まってるから難しいよなこれ。デレデーデー、小田さん北に行くか。小田さん北に旅立つ。私は、私はあなたから旅立ちんこ。はい、チンコって言った、チンコって言った、チンコって言ったって言われたっけな。いや、多分チンコって言わなかったと思うんだけど、さすがに。友達チンコ、あ、チンコって言った。でもずっとおならの音だけはずっと出してた。おならの音、手でほらプーッつって。あ、酒井忠次がいるな。酒井忠次リリースしなきゃダメ、ダメ、リリースしなきゃダメ、ダメ。ペペ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 大きなママだね、ママのおっぱい。お風呂の中で触らせてもらったらびっくりするほど柔らかだった。僕が飲んで妹も飲んだのにおっぱいが出ない、ママのおっぱい。このね、今土曜日のね、サタデーナイトですよ。サタデーナイトにバカ集合ってよく言うけどもね、おっぱいがいっぱいをね歌うやつが
どれだけいたかと、いうところですよ。本当にね、もう世も末だと、ね、おっぱいがいっぱいをね、こんな大声でね夜中に歌って、もしね私も親に聞かれたりしたらね、多分救急車ぐらい呼ばれますよこれは。まあ呼ばれてもええんやと、はあ、もうどうでもええんやと私もね思いますけども、皆さんもねどうですか、真夜中にね、YouTube 見てたらおっぱいがいっぱい歌ってるおっさんがいたと、果たしてねそれをどう思うか、わかりませんけども、私はねおっぱいがいっぱい歌いたかったから歌った。そこにね後悔という念は全くないんですよ。ええ、ほんと全くです。あれ、みどりちゃんがいないよ。みどりちゃんが、あれ、みどりちゃんがいないな。行くぞ。あれ、みどりちゃんがいない。嘘でしょ、気のせいかな。南部のみどりちゃんがいないんだけど、いや気のせいだよね。南部の血縁配偶者、あれ出てこないな。てる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 、あ、いるいるいる、みどりちゃんいるじゃないか。あ、びっくりした、岩槻城にいるんだ。あ、びっくりした、このせいで同盟なくなったかと思ったら違うんだ。婚姻でも向こうからなんか下げられるのかな、ランクを。どうなんですかね。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。なんかやってきた、あれ講話出してるよね。承知した、我らも珍宝を納めよう、民も喜びそうだ、珍宝を納めるか。あれ珍宝って読むんだ、あの漢字知らなかったな。我らも珍宝を納めよう、じゃあ珍宝輪切りのグランプリだな今日は。珍宝輪切りのグランプリ開催中でございます。ペロポポン、ヒロポンの音だ。ヒロポンヒロポン、昔は売ってた薬局で。ひどいな、地震とか干ばつとかさ、ひどいじゃないか、ずいぶん停滞周知をね報告いたします。先月の収支です。我らにやってくる。これより表情を行う。表情を行う。よよペルパルポーセットベースタートベース2。流暢な英語が飛び出しました。さてさて、これにて表情を終える。今ビーチクって言ったよね、言ってましたよね。いやビーチクなんて言ってないよ、一言も言ってない。ビーチクチンボ言うてますけど、言ってない言ってない。いや空耳でしょ、空耳アワーに送っていいよ今の。じゃあ空耳アワー今日のマイブームはチンボとヒロポンですか。チンボ、チンボはご命令を。マイブームはチンボとヒロポンです素直に認めます、素直に。 I'm sorry、 いつか。さて、あさってここら辺ね、なんかいろいろ余計なもん作っちゃってるみたいなんだけども、全部ね、無駄でもいいから、こんなのね重複しても何でもいいから準決勝を作るんですよ私たちは。もうそれはね決定事項なわけです。ああ、そうだ、酒井忠次を、酒井忠次というね、まあ知略がそこそこあるやつ、これはね、追放でございます。さようなら酒井さん、なぜいるんだ君は、許可してないぞひどい話でございます、お世話になりました。古い歌でございます。マイブームは4歳の女の子です。4歳の女の子ね、
俺いけるなと思っちゃったね。うん、報告いたします。思っちゃったな。4歳の女の子欲しいな。まあね、4歳の女の子に何をしようってわけではないですよ、もちろんね。犯罪者シューターはマジで勘弁。犯罪はしないよ。いやでもさ、いやぶっちゃけね、子供なんかさ、小学校上がる前まででしょ、可愛いのはね。確かに4歳児の破壊力はでしょ。あそこら辺の年がね一番可愛いんですよ。報告いたします。だいたい、まあせいぜいね5歳6歳まで、そこら辺が可愛いんですよ。高田さん初見です。あれ高田さん前も来なかったっけ。まあいいけど初見でも。まあいいよ、ゆっくりしてって。みんなお茶出してあげて、初見さんに。うちに4歳の女の子いますか。自慢ですか。先月のバツイチのこなし、42歳に。お命令を。自慢ですか。そうですか。でもね、永遠に4歳じゃないから、来年には5歳になるし、再来年にはなんと6歳になって、あと10年後にはね14歳になってパパのこと嫌いって言うから、ざまあ。初見さんざまあ。これほどまで初見さんに攻撃を加えた実況者がいるだろうか。いや、いない。なからんなからん、個人なからん、いずくんぞたらんや、同弱いずくんぞたらんやたらんや。南部家と同盟が切れちゃった。あら、私南部と同盟切れちゃったけど、私バツイチ、私はバツイですよ。バツが多かったら偉いと思ってるんだ。バツが多かったら偉いんですか。泡に兵残ってません。あ、残ってるかも。騎乗させた覚えがない。これより表情を行う。あ、無駄に兵糧、無駄に兵糧、無駄に兵糧使っちゃった。これ怒られちゃう、お母さんに、お母さんに怒られちゃう、幼稚園の先生に怒られちゃう、これにて幼稚園の森先生に怒られちゃう。どっちよ、痛々しいわ。正騎馬騎乗位で、騎乗位か。あのね、下から見上げるのがなかなかいいんですよ。やっぱりね、なかなかいいですよね、あの下から見上げるけど。いや、だいたいさ、僕ね、猫なんかもね、下から見上げるの好きなんですよ、猫のね。口の下からね、怪獣みたいな感じになるでしょ、猫が。あれね、面白いわけですよ。猫はやっぱ下から見るのが一番楽しい。今日は絡む主であった。そんな主様大好きです。昨日は絡んで、ほら、初見じゃないじゃないか、高蔵さん。僕はね、知ってるんだね。あなたがね、初見じゃないってことちゃんと覚えてる。そんじょそこらのね、私は実況者と違うんですよ。もうね、リスナーに向けたね、その思いやりとか愛がね、全く違うわけですよ、そこら辺のね。ね、リスナーのことを金としか思ってないようなね、この YouTuber とは私は違うわけですよ。だからこそこんなにね、青い字の人が多いわけですよ。あ、騎乗ね。あ、そうそう、忘れてた、ほら、そうやって話しかけるからさ、ほら、いるわけですよ、この L1 プラス R3 って押したら、ほら、大関さんがね、暴走でずっと待ってるわけ、これ、雨の中ずっとね、キャンプしてるわけ。もうね、見てらんないと、帰りなさいというわけですよ。でもしっかりね、準決勝は壊した、大関さん。もうグッジョブグッジョブ。準決勝また作ってねえだろうな。大丈夫だな、今んとこ見えないぞ、準決勝は。準決勝作ったらまたな、大関が潰しに行くからな、分かってるな、徳川の。豊臣がさ、どこまで削るんだこれは。これ伊豆半島取るぞ、これ。
ニラ山を撮ってたな。ニラ山のあたりはね本当にねいいよ。これ長岡温泉ねえ、今日うちの親父が長岡温泉はいいわーつってずーっと言ってた。俺伊豆半島10回は行ったことあるわーつってずーっとね温泉自慢ですよ。もうねお前んちの温泉かとね思うわけですよ。私はうちの父親に向かってね、お前は伊豆半島持ってるのかと、小一時間はね私聞いてましたけど、モデレーターたちが一番やばい、モデレーターたちが一番やばいんだ。いや俺もねうすうす思ったよ。うちのねリスナーたちはね、リスナーのモデレさんたちはねちょっとやばいんじゃないかなってね思ってましたけど、いやいやね胸に手を当ててよく考えてごらんと。私もね私はね手を当ててねよく考えられるね、なんていうかな、そこら辺の YouTuber と違って理髪なんですよ。理髪なお子様なわけですよ。お子様といってもね今年42になるわけですからもね、まあそこら辺はちょっとご愛嬌ということで、サバを読んでね、行きたいわけでございますけどねやはりですねここら辺ですね、この人を入れ忘れていたりとかですね、こうお茶目なとこがあるわけですよね。でもねそういうねお茶目な部分がね逆に気持ち悪いと、女子は思うんでしょうね。ちょっとね話してみたらね分かると思うんですけど、僕のね良さがね、なかなかね、おいおいだから42だっつってんだ私は、どうじゃない。ですね今なんかピシーンときたんだけども、これはね私はねこれはどう対処したらいいかね分からないんですよ。これ南部のね信長というなんつうのかな、なんか2世でね2世の開業医みたいなやつですよ。この2世の開業医みたいなやつがね、開業医の2世だからもう若い頃からゴルフばっかやってるわけですよ。でゴルフはシングルプレイヤーだとね言うけども、もうろくすっぽね診察なんか真面目にやってないわけですよ。ね、異界用のキャンディが来ればね風邪ですよって言ったり見たりするのが南部信長ですよ。えらい怒られるなこれも南部信長に対してここまでけなしたやつがいるだろうかと私もね思うわけですけども、まあしょうがないね、来たからにはね私もちゃんとリアクションしていこうか。何南部貴様、我らが領土一歩でも入れると思ったら大間違いだ。逆に貴様の城すべて我らがいただいていこう。ほいづらかくだよ。助太刀に参った、助太刀っ子に参った、助太刀っ子まなまなちんぼ。皆さんこれがマジキチですよ。我が領内に敵が迫っております。我が領内に敵が迫っています。65,000寺池城やってくるくる小井三万、おっとフル舞台でやってくるじゃないか。これは随分伊達から放出したやつが多いな。南部さんはうちのお風呂を随分大切に使っているようだ。南部の信長本体がやってきている。我々はねそんなね人間はいらないんだよ。私はボンクラだけで君たちをね止めることができるんだ。だいたいここの戦場25,000で足りるじゃないか。ただいいとこを選んできましたね。ここ準決勝がなぜかないぞ。これどういうことだ、これ準決勝がないじゃないか。ここ、これは相手が南部の隣接が南部だというところでずいぶんここは気を抜いている。全然準備をしていないな。ここは全く準拳所がない。これずいぶん気を抜いていたようだ私たちは。さあ集結が27日後、早いじゃないか。これはもう集めなければいけない。まあせめて人をよこしていたのがまだ良かったと言えるでしょう。なんだこれは、間に合わないじゃないか全然。これ誰も来ないじゃないかこれ。集結
いや一旦リフに集結しましょうね。どうだろうな、もうこれやらないでこう終わってのもねありですよね。出陣せよ。まあもしくは早く追い詰めてこう終わり持っていくっていうのもありだと思いますけどね。どうしようもないもんな、これはもう準備不足、見るからに。一応こう先に入れとくか。ちょ展開的には面白くないけど、まだか、まだできないといったところだ。敵が我が領内に向かっております。おい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 、ずいぶん繰り出してくるじゃないか君たちは。君たちの兵糧は一体どれだけあるというんだい。ほんとピンチしかねえな。16万、いや違う、39万、ずいぶん持ってるな。見越されているね、これは。我々の兵糧をカツカツでございます。さっさと講和ですね、これは。講和をもう入れちゃいましょう。もうね、なりふり構っていられないんですよ、こんなの。私たちはこんなね、強者のねパワープレイに私はね付き合っていかれない、うん、付き合っていかれない、ね。コメントの皆さんも講和かね言ってますね。講和ですよこれは。さーてちょっと一応進めますけど、まあ講和路線ですね。先月の収支、豊臣家はどこまで来てるかな。ご命令、豊臣同盟を模索しますね。飛べ豊臣のもとに。まだできんのかい。あと3か3だな。ここは我慢しようで、今からでも遅くない。水際に準検所作っていく。漁村は壊したくないんだけども、とりあえずこういうところですね。茶屋町を壊す、もう茶屋町を壊していくしかない。ここら辺はもうね、もういかんともしがたいですよ、ここら辺は。もうこれ準検所も相手多いし、下手したらこれ寺領内でもあれですね、向こうの方が多いということもね十分にあり得る。私たちはこちらの方面ずいぶんぬるま湯に浸かってしまった。かしこまった。ああ南部のみどりちゃんは可愛いのにな。かしこまった。実家が攻めてきたよ。かしこまった。エビちゃんは可愛いのにな。かしこまりました。ほんといい女いないかな、リアルで。志必ず果たしてみせる。鉄砲隊なんか使うのかい。君たちは牙じゃないのかい。我が志必ず果たしてみせる。これは狩り太郎関、さらに米の消費を抑えていこうだなんて。戦場は狭く、これだってあれでしょ。あ、これ集結中に当たったか。やめてくれよ集結中に当てるの。ああ籠城しつつだ。どうも集結地点が間違っていたようだ。手前にしたつもりだったんだけども、リフにしたつもりだったんだけども、寺池になってたか。困ったもんだ。あとはもう南部と交渉。あ、いいよ、もう軍配1万8000なんて安いもんさ。しょうがねえな、かまってちゃんだなあいつらも。かまってちゃんだもんな。あ、しょうがないしょうがない。ここはね手を引いてもらおうか、これで。さてさて進め。これ徳川もだいぶやられるな。豊臣包囲も再び。あら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 、包囲も結成ですか。これ豊臣いけるんじゃないか。これも慶長12年秋、報告いたします。うふん、ご命令。慶長12年の秋よ。ほんとね、こういうね色っぽい女に会ってみたいわ、ほんとに。お、同盟締結できるじゃねえか。おう、さらこの野郎、
頼んだぞ。おい、もう交渉できるところが一つもない。ん、徳川が強い恨みになった。強い恨み、敵対じゃなくて強い恨みになった。いやー、でも強い恨みだからなんだっつんだよ。うん、でもこれ、この二面ちゃんもまたきついぞ。これずっと米足りないじゃないか、こんなの相手にしてたら。徳川これどうなるかな。いや、私たちもね、徳川攻めたいよ。これ南部なんかはもうほっといて攻めたいんだが、南部が許してくれないもんな。困ったもんだ。あ、結構 AI あれだ、フル舞台じゃないケースがあるんだ。それもありなんですね、やっぱり PK は。フル舞台じゃないけどやっぱり兵数詰まってると結構強いというのがここに垣間見れるわけですよ。うん、じゃない方のオーダー PK の第16回はここまで。ありがとうございました。